神戸とモンテリオ山形の試合は PK 戦にまでもつれ込む壮絶な戦いとなりました。不利と見られていたモンテリオですが、前半11分うまく飛び出した平間がゴール。しかしオフサイド。その後は攻撃力の勝るヴィッセルの一方的ペース。12分には長田、23分には今日初スタメンのルーキー川村。しかしモンテリオの体を張った守りで得点できません。一方モンテリオはワンチャンスにかけます。前半40分、右からのクロスを小久が合わせシュート。前半は両チーム無得点のまま折り返します。後半になってもヴィッセルの猛攻は続きます。後半30分、長田のクロスをクリアミス、あわやオウンゴール。36分、途中交代の渡田のクロスをキムドフ、決定的なチャンスも決めることができません。なかなかチャンスのなかったモンテリオも後半38分、交代出場のムタイルがシュート。試合は延長でも決着がつかず PK 戦に突入。両チーム1人ずつ外し3対3、ヴィッセル5人目吉村。モンテリオはバウテルがきっちり決め、 J2 のモンテリオが J1 のヴィッセルを破りました。3回戦で J1 のヴィッセル神戸を破り波に乗るモンテリオ、今日もセレッソを相手に一歩も譲りません。前半9分、高橋健二が少ない角度から豪快な右足のシュート、モンテリオが先制します。一方 J1 得点王ファン・ソンホンのいないセレッソですが、18分に森島のヘディングシュートで同点にすると、後半開始1分には西谷のフリーキックで2対1逆転に成功します。しかしモンテリオも25分、右サイドを突破した平間の折り返しをセレッソから移籍の浦部が押し込み、2対2の同点に戻します。壮絶な点の取り合いはまだまだ終わりません。29分、西澤のヘディングシュートでセレッソが再び勝ち越すと、モンテリオも試合終盤の42分、浦部のクロスをムタイルが頭で合わせて再び同点。試合は3対3のまま延長戦に突入します。2回追いつき勢いづくモンテリオは延長前半11分、セレッソのクリアボールをディフェンダーの内山がダイレクトでシュート。モンテリオが劇的な V ゴールで2試合連続して J1 チームを破る大殊勲、天皇杯初めてのベスト8進出を果たしました。今日山形 J1 を次々と破って旋風を巻き起こしてきましたが、今日はミスが響きました。レイソルは北島、この先制点で流れはレイソルに傾きます。サバイにも決められてモンテリオは苦しい展開となりました。後半モンテリオはエースのムタイルにボールを集めます。ムタイル、ムタイル抜けてくる、ムタイルのシュートは、ムタイルの前にボールが落ちる、シュートを狙ってくる。モンテリオの快進撃は止まりましたが、来年に向けて大きな手応えをつかみました。